ってます。よろしくお願いします。11月は映画もあるし盛りだくさんだ。いやそうなんですよ、そうですよ皆さん、もうちょっとで私誕生日を迎えさせていただきます。よろしくお願いします。生誕祭入れたことないから今年こそ入りたい。ねー、そうなの。ユニット祈りもあるの覚えてる？ギリギリ覚えてる。そう、祈りって結構なんか覚えちゃったらいける系ユニットらしい。生誕ティー届くの楽しみね、本当に。生誕祭はいつ？今のところ当日生誕を希望しております。よろしくお願いします。誕生日の時アメリカですな、タイミング。もうアメリカ、なんかアメリカだとあれだね、あの時差やばいからさ、本当に朝って感じです。誕生日に欲しいものあるの？なんかさ、これさ本当にさ毎年毎年さありがたいことにさ聞いていただけるんですけど、本当にありがとうございます。本気で考えて、あの画面ついので本気で考えさせていただこうかと思います。ひなたさん、うちの母誕生日一緒。嬉しい、やったね。逆にレスください。なんでですか？欲張りですね。来月生誕祭あるのかな、行く予定です。ぜひです。11月10日にやりたいです。はい。聡明でがめつい。休息時間の詰め合わせかな。あ、休息時間嬉しいね、シンプルにね。でもそう言うと休息時間ばっかり届くので、休息時間って意外とあれいっぱい入ってるので1個で大丈夫です。はい。事務所にパナソニックのスチーマー送ったら使う。スチーマー嬉しいな、普通にね。なんだろう、確かに今年で言ったら事務所に送ってもらうっていう手も使えるから。ニヤニヤしニヤニヤして最悪だね。この間の余ったダイソンください。わかる、あのダイソン欲しかったよね。なんか村上のイベントでガラポン抽選会のお手伝いをさせてもらったんですけど、一等が、ダイソンのドライヤーと、なんだあれ、空気清浄機だ、があったんですよ。そう、それで一等がなんと出て、はい、私のファンの方だったんですけど、一等がなんと出て、空気清浄機は、はい、手元に渡ったんですけど、ダイソンのそうドライヤーは渡らずだったので、あれ普通に欲しかったよね。一等強すぎるって、いやそれな。もう本当にびっくりしたよ。なんかガラポンで一等とか本当に出るんだと思ってびっくりしました。6等でした。はい、6等もありましたよね。ひなたから手渡しなら白でも一等だったよ。優しい、優しいね。はい、それ言ったらドライヤーたくさん届きそうで腐って。いや確かに、でもドライヤーはマジでいいね。私ドライヤー本当に5年以上使ってるの。そう、でもなんか最近それで言ったら、ひなためっちゃくじ運強そうじゃん、強くない？それで言ったら、そんなこと言ったらね、ドライヤー欲しいよね、いいやつね、リファとかのね。わかるわかる。でも3種目の名刺嬉しかったな。わかる。そう、村上のイベントで新しい名刺のお披露目がありました。マイナスイオン出るやついい。あー、髪に良さそうだね。あ、空気清浄機の話してる。リファのドライヤーがいいでしょ。ですよね。メンバーにドライヤー売れますね。めっちゃ売れるね。こちらドライヤーがたくさん届きました。リファのシャワーヘッドはあんまり待ってないかも。確かに。あ、でもなんかこの間友達と話してて、なんかああいいかもなって思ったのは、皆さんのお家ってテレビ派ですか？なんかこれみんなに意見聞こうと思ってたんだよね。そう、
なんかテレビを使い続けるのか、もうなんて言えばいいの、スクリーンに映すやつ。あ、プロジェクターにした方がいいのか結構悩んでて。スマホ派です。おお、現代っぽいね。プロジェクター、そう、プロジェクターでが壁白いから、そう、投影してなんか見た方がもはやいいのか、迷ってるんだよね。プロジェクター安いやつはうるさいからなって。ああ、そうなんだ。確かに。そっか、なんだかんだテレビっ子です。12年前のテレビ使ってます。長持ちだね。テレビじゃないとテレビ派だな。そう、なんか私は一人暮らし歴がもう結構長くなってきたので、そう、ずっとテレビで過ごしてたんだけど、なんか最近は場所とか取らないことも考えたらプロジェクターもいいのかもと思って。どうなんだろう、プロジェクター暗くて使わなくなった。ええー、そうなんだ。プロジェクターなら寝ながら天井でも見る。ああ、そうなんだ。プロジェクターに映える広い壁がない。プロジェクター 3D に対応してるよ。どういうこと？すごいね。へえ、プロジェクターの解像度悪いのに透明テレビですね。ああ、なるほどね。おー、じゃあ結構あれだね、ファイアスティックで番組見ること多いかな。ああ、多い。そう、なんかファイアスティックでなんかサブスク系でテレビ見ることが多いから。そうそう、投射できる壁があればいいけどね。ああ、じゃあ環境次第なんだ。あ、でもなんかすごい、結構なんか意見が真っ二つに割れるね。プロジェクターって明るい部屋でも映るの？え、映るやつあるよね。昼間はカーテン閉めないと見にくい。ああ、そっかそっか。確かに。ネトフリとかプロジェクター見たらおしゃれだろうな。おお、この部屋をちょっとおしゃれ部屋にしちゃおうかな。確かに。暗いところで見ると目が悪くなりますよ。急な母親。急な母親が来た。寝ながらプロジェクターを天井に投影せば。そっか、天井にやるのもあれなの、あるよね。プロジェクターにするならスピーカーも欲しくないよ。どんどん オーディオオタク オーディオオタクがなんか言うてますけど。確かにそうだよね。確かに。でもさ、スピーカーってさ、何？やっぱこだわりたくなるかな？ こだわりたくなっちゃうかな？やっぱ音。なんか重圧感のあるみたいな。スピーカーはいいぞ！スピーカーはいいぞ！ なる。アンプとかも。ああ、そうなんだ。へえ、映画とかは重要じゃない？ああ、確かにね。音はハイレゾだね。沼に引きずり込むチャンス！ そうなんだ。全然機械系詳しくないからな。どこの何のどれがいいかとか、全然わからないな。こだわったらきりないよ。だよねー。むず。難しい。ウーハーマンションで使うと苦情が来ます。確かに。苦情は来てほしくない気はする。重低音聞かせていこう。 メンバーにそういうの詳しい子いないの？誰なんだろう、詳しい人いるかな。なんか機械とかさ、なんか iPad パソコンとかはいるかもだけど、なんかあんまりそのスピーカー詳しいみたいな人いるイメージないの。なんか機械系強いんだったらひのちゃんだけど、配線できる友達が必要だ。あ、確かに。でもそれはね、大丈夫。オオサンショウウオコがね、そう、なんかゲーマーだから。それは、もし手元に来たら はい、オオサンショウウオコに頼みます。ウオコ。
タロはゲームか。ああ、アイアンも強そうだね。うんうんうん。もうプログラミングならできます。おお。すごい。ウオコしか勝たん。確かに。あと普通に地元の友達も頭よしこで頭よしこで、はい、手伝いそうなやつ一人います。はい。ワーワーのオンデマンドで米百票フェスの映像見れるみたいだね。あ、ね、見てほしい、本当。現実的にはヘッドホンのいいものを購入する方がいいのでは？キャーン、ヘッドホンか。でもあれだよ、プロジェクター買ってさ、普通にさ画面見るってなったらさ、スピーカーの方がいいかな。頭の良さより知識。ウオコとヨシコ、はい、ウオコとヨシコがいます。友達神じゃん。私の入る余地なかった。あるよ、大丈夫だよ。劇場に音響のプロがいそうだけど、確かに。音出せる環境なら絶対スピーカーがいいね。確かにね。最近のヘッドホンもいいよ。すごい、ヘッドホンまでおすすめされている。ネックスピーカーという手もある。あー、そうか。でもなんかそれこそさ、ウオコがさうちに来た時とかさ、一人で見ない時は、じゃあどっちも、どっちも、メガネしてるとヘッドホン使いづらいよね。あー、確かに、そうか。ひなたん金持ちだし、いけないんだよね。ヘッドホンは没入感がいいよ。確かに、周りの音が全く聞こえなくなるってことだもんね。うん。沼が見え、そこが見えないオーディオ沼。怖いね。怖いです。誕生日に大量のドライヤーとスピーカーとヘッドホンが。それが来るなら、普通に、まずプロジェクターを。まずプロジェクターをって感じですよね。はい、本当にこれは欲張りな話なので、全然無視していただいて結構です。大本命をまずはと。はい、そうですね。ありえるのかな。オーディオとカメラはちょっと安いプロジェクターダメだよ。安いプロジェクターダメなんだ。あ、でもさっきね、音がなんかウィーンってことでしょ。ウィーン。ですね。僕がプレゼントします。頼もしい。ありがとうございます。あれ。でも現実は休息時間がいっぱい届きそう。確かに。休息時間そんなにいっぱいはいらないよ。余ったらちょうだい。分かった、休息時間あげるね。え、そっちじゃないって。はい。このままだと家の全部屋にプロジェクターになりそう。確かに、全部屋プロジェクター。プロジェクター8万ぐらいのがいい。そうなの？もうちょっと安くていいよ。でかい部屋に住むのが先かな。確かに、でかい部屋住みたいな。無理かー。くー。ということで、柿ピー食べます。今日は日向祭りのプロデューサーさんとも会って、なぜか柿チョコをもらいました。一緒に住もっか。大丈夫でーす。うん、大丈夫でーす。一人で住みます。じゃあもう分かった、家プレゼントしよう。うん、家は大丈夫かな。一人で住むのは一つの部屋でいい。ここは422円のプロジェクターを発見。それは大丈夫かも。あまり現実的ではないです。日向的に服のプレゼントって嬉しい。困る。困んないです。嬉しいです。うん。
嬉しい、ありがとうございます。このあとまた歯磨きするしか、あ、そう、お風呂入ってからご飯食べたからまだ歯磨きはしてない。あ、ロン君用に買ったおやつどうしようか迷って、嬉しい、うちの母が泣いて喜ぶよ、結婚しましょうって言うかも。うん、ぜひ送ってください、事務所に。結婚できるの？あ、母と。あの、母を差し上げます。あ、ロンピと結婚します。確かにロンピと結婚でもいいかもしれない。なお父。プレゼントは事務所に送る方がいいの？そうですね、あのフローラーの方でプレゼントをあまり受け取れない印象が強いので。あと私が劇場にあまり最近出れなくて、劇場で受け取るっていう機会がほとんどなくてですね、はい、うん、なのでちょっと今回のプレゼン、誕生日にプレゼント送りたいなっていう方はぜひ一度事務所の方に送ってもらえると嬉しいです。劇場に送っちゃった、それでも良きです。でもちょっといつになるか分かんなくて、夏のプレゼントとか全然受け取ってないから、うん、そうなんですよ。なたんこんばんは、前回のオフラインおしゃべり会初めてでしたが楽しかったです。あー嬉しい、ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。ファンレターはどっちに？ファンレターもどっちでも大丈夫です、はい。11月5日のオンラインと映画どっちを選べばいいの？あ、私はオンラインの方に参加しています。でも映画が一番最初に見れるのは11月5日のあの上映される時なので、よかったら映画館に足を運べる方は運んでみてください。私は残念ながら行けないんですけど、はい。家に配送してくれないの？あの家に配送何をだ何をだ。はい。プロジェクターとドライヤーいっぱい届いちゃうな、これは。届いちゃうかな。でもまあ嬉しいからいっか。あの妹が春から一人暮らし始めたりなどするので妹にあげたり、はい、あの実家のドライヤーを変えたりなどしたいと思います。はい。あ、事務所から家に本人が配送？え？あ、スタバ名古屋で見ます、よろしくお願いします。そうなんですよ、名古屋でも上映会があるの。そうなんです。 HKT48 の山内さんにお会いしたんですね。はい、昨日はあの HKT のコンサートを見に行かせていただきました。名古屋なら近いから嬉しい、イエーイ。あ、事務所から家に配送、事務所に届いた場合は事務所で一度確認します、はい、事務所で受け取るっていう形ですね。なんか量が多かったら送ってもらうことも可能なのかな、でも一度事務所であの確認します。劇場の場合はなんか劇場で受け取る場合があるんですけど、あの量が多かったら実家の方に送ってもらいます、はい。あ、女の子物語で共演したモカちゃんとのツーショットよかったよ、はい、モカピーに会うために行きました、昨日は HKT さんのライブに、はい。事務所のホームページにルール書いてなかったけど制限あんまりないのかなと。あ、そうなんです、
なんかそのファンの皆さんから事務所にもプレゼントくれるのっていう質問をいただいたので、あのスタッフさんに聞いてみたところ、あの一旦送ってもらってそれで判断っていう、はい。でもなんか基本的に生き物と生物はあまり受け取れないんですけど、はい、はい、生き物じゃなければ大体いいですって感じです。はい、なのでなんか基本的に大きさの規定とかなんか金額の規定とかはあまりない感じでした。はい、そうです、そんな感じでした。よろしくお願いします。そう、なんかあんまり、うん、ロン君をプレゼントします、大丈夫です、うちにはロン君がいるのでドラム式洗濯機とか届いたらどうする？え、使う使うっしょ、普通にいや、俺が箱に入ってたらダメなのか。ダメでーす。電化製品 NG のとこ多いけど大丈夫かな。あー、なんか多分どうなんだろう、わかんないのでわかんないって感じなので、一応あの届いてみて判断っていう話ではありましたプリン、俺もプリン買ってきた。プリンはもう食べ終わっちゃいました、すみませんアクセサリーおそろ送っていい？いいよ。でも私あのネックレスだけがちょっと苦手で、はい、そうなんです、ネックレスだけはちょっと苦手です。ビーズ系ならいいんですけど、金属があんまり強くなくて、はい、なんてプリンですか。今日のはファミマの釜出しとろけるプリンです。ありがとうございます。やっぱり休息時間が間違いないかな休息時間嬉しいね、確かに。なんだろう、でも休息時間系で嬉しいのは、うーん、あの耳のやつ、耳の耳温めるやつです。北海道とかどう、寒くなってきたから。北海道ね、あ、耳ほぐタイムかって、そう、耳ほぐタイム大好きなんです、はい。アイマスクはなんか合う場合と合わない場合が結構あって、アイマスクはねあんまり得意じゃないです、はい耳ほぐタイム、そう、めっちゃ好きで、いや、あれめっちゃいいよ、超寝れるから、ぜひ皆さんにも試してもらいたいです、はい。うんうん、レッスン着は足りてますか。レッスン着は、うーん、絶妙ですね、はい耳ほぐタイム試してみる、はい、ぜひです。スタバカード送ります。スタバカードはね、なんか金券だから一応ダメっぽい感じの風には言ってた。はい。あの紫のジャージもちいいね。あのね、紫ジャージついに母親から NG 出たからもう着れないんですよね。なので、あれ、あのブランドの新しいジャージは普通に欲しいです。はい。普通に泣きそう薪は足りてる？薪は足りてると思いますふんだちゃん、お顔には汗かく？かきますいくらもらっても困らないものは何だろう、うーん、いくらもらっても困らないもの、フォロワー、確かに。なんで NG 出たの？あ、愛情、愛情ね、はい、米、米はいいね。おかん NG 多くない？はい、ひどいよね、ひどいよ
お金、あ、お金は欲しい、お金欲しいよね。レス欲しがりだね、うん、ウェットティッシュかな。芸術的。パジャマは、あ、確かにパジャマも嬉しいよね。はい、うん、最近ジャージ着ないね。そう、あ、着ないってこと。私は結構着るよ。はい、そういえば母には公式 LINE まだ催促されてますか。はい、されます。なんかあの駅まで送ってもらった時とかに、じゃあねまたねとか言うと、公式 LINE 更新したなって言われて、バイバーイって言われて。大人なのにまだ子供扱いね。そうなの。なんか私の妹とこの間ずっとあの語り合ってたんですけど、なんか私の母はすごい過保護で子離れができてないっていう、はい、愚痴を言い合って盛り上がってました。言われてる間は更新しなさそう。え、そうなんですよ。あの宿題やって、宿題やったのと一緒で、はい、宿題やったのと一緒で、はい、言われるとやりたくなる現象はありますよね、はい、そうなんです。これは更新しませんね。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。最近覚えた言葉、引き続きよろしくお願いいたします。部屋掃除しなさい、今からしようと思ってたのにやらない。そうです。うん、あとで。ひなちゃんはたくさん更新されて楽しい。ありがとうございます。ひなちゃんたくさん更新してます。はい。お母さん更新ないみたいです。はい、なんかさ、そんなにさ言うならさ、自分がさ更新すればよくない。はい、そんなに言うなら自分が更新すればいいしさ、自分がさ X ポストすればいいしさ、自分がさインスタ更新すればよくない。そう見えなはずなのに。それは無理、代わって更新してあげよう。それは右、母がやるの。いや違うよ、母が母のアカウントでやればよくないって話。ひなたのアカウントはひなたのがあのちゃんと管理しますよ、もちろんですけど。まだ考え子供だった。はい、ロンピのアカウント作ってもよ。あ、確かにロンピのアカウントは需要ありそうだよね、普通にね。だってさ、ロンピ可愛いし。だってさ、ロンピ可愛いしとか言って。はい、ほんまけ、かっこ母の公式 LINE なら追加するよ。ひなたママがロンくんアカウント作ればよきかと。ねえ、ロンピのアカウントは普通に欲しい。あ、ほんと？普通に欲しいんだ。確かに。でもなんかさ、皆さん知ってますか？あの、私はすごく好きなんですけど、ひらがなで矢島さんっていう方がいらっしゃって、あの、おじさんが猫に転生した話の漫画を毎日更新してる方なんですけど、うんうんうん、そう、それがもう本当に好きすぎて、そう、プンちゃんって言うんだけど、俺も毎日それ見てるって。いや一緒。そう、なんかそのまあ、会社員のおじさんがある日突然猫に転生しちゃう話なんですけど、なんかあのそこをあのその人間だった時に勤めてた会社の社長に拾われて、そのまんま社長の飼い猫になるんですよ。でその社長がそのプンちゃんのインスタを始めるんですけど、なんかその投稿の文章がめちゃくちゃ長くて、めっちゃじゃあなんか親バカで、その内容さえも愛おしいんですよ。はい、そうだから、それみたいになっちゃうのかなって。社長も可愛い、わかる。出てくるおじさんが全員可愛いので、ぜひ見てください。
僕は DD に転生したいです。あの大丈夫です、心配しなくても、もう DD ですから。ありがとうございます。絵も絶妙に緩くていいよねって、うん、そうなの、面白そう、フォローしました。早い、そう、ぷんちゃん可愛いんだよ。そう、なんかそれもあのこのオオサンショウウオくんに教えてもらったんですけど、はい、春に教えてもらって、もうずっとずっと好きで見てます。ぷんちゃん検索してみよう。はい、ぜひです。あのひらがなで矢島さんの検索した方が早いかもですね。いや、初号はお疲れ様ほっこりできるの、ほっこりできるよ。今見てきた、おお引き続きよろしくお願いします。はい、これは最近私が覚えた日本語です。引き続きよろしくお願いいたします。猫の YouTube 見るのが癒しです。めっちゃわかる。猫の YouTube で好きなのがあのもちまるで、合ってるかな、そう、もちまるさん。今弟っていうか、そのもう一匹あのお家に猫ちゃんが増えて、はい、大なんですけど、もちまるが可愛いです。あ、もちまる、花丸、花丸っていうんだ。そう、もちまる可愛いよね、可愛すぎるんよはい、世界猫歩きっていう番組好きなの。そうなんだ、母がもちまるハマってる。可愛いよね俺も今ポメラニアンの動画配信見てます。いやいやいや、ポメラニアンじゃねえしなんですけどロン君 YouTube に出たら人気出そう。全然人気出なさそう猫は飼わないの、猫はアレルギーなんです。はい、かといって犬もなんですけど、はい、その最近起こったバッドな出来事として物もらいってあげたんですけど、それも実家に帰った時にあのロン君にこの袖口を噛まれた服で寝ちゃったんですよ。そしたらめっちゃなんか知らぬ間に、そう、多分ここ近かったんだろうね、なんかもう左目をかいちゃってて、はい、それで物もらいになりました。そうなんです、アレルギー反応からで、はい、本当に辛いです、悲しい。でも目薬さして今はだいぶ良くなりました。ひなた、粘膜の強さ上げたい、粘膜の強さ、はい、粘膜弱々系でやらせていただいております。悲しいね、はい、悲しいよ。犬アレルギーでこの前半休取りました。あー、涙止まらずね、辛いね。ひなたアレルギー体質なのかな。あー、結構そうかも。でも食べ物のアレルギーはあんまないかな。うん、なんか杉とか花粉系、あとハウスダストとかそっち系かな。うん、そうなんですよ、はい、頑張りたいと思います。私今イネ花粉がつらい、イネ花粉つらいよね、わかるの。本当に24時まで配信してもらえるの、確かに配信、まあ24時まではちょっとって感じかな。いろいろ弱いな。そうなの、秋ってね、私本当にここ数年毎年秋に体調崩してて、なんか熱出るのも秋なの、本当にびっくりですよ。今週見に行きたい映画は何かな。結構いっぱいあって、うんと、ざっと3本は絶対にある。あの「ゆとりですが何か」のムービーと、あと「キリエの歌」と、あと「月」っていう、はい、月で読み方が合ってるのか分かんないですけど、月、はい、です。はい、映画見に行きたい、映画館に行きたいです。キリエの歌見たいって、だよね。でも3時間あるんだよ、3時間があっという間みたいな。
広告見ましたけど、人が3時間映像を見続けるってやっぱり勇気がいりますよね。タイタニック見るときも3時間かと思って見たんですけど、そういうことですよね。タイタニックの3時間はあっという間でだったので、はい。ゆとり見た？いいな。いいないいな。ミステリー見てきた。ミステリーは見ました。ミステリーという流れ、はい。一時停止できないので家で見たい。ゆとり面白そうね。ゆとりドラマの時めっちゃ好きで毎週欠かさず見てたので見に行きたいです。はい、月は今日見てきたよって。お、本当に、見たいんです。はい、そうなんだ。映画ってどのくらいのペースで見てんの？でもなんか見れるだけ見ようと思って、はい。なんか夏は結構忙しかったので、でもやっぱり忙しいは言い訳だと思って、ここ最近は合間でいろんな作品を見るように頑張っております。映画見るときはポップコーン食べながら見るの？これはハテナなのか見るの？現状報告なのか。私はポップコーンは食べない派です。ポップコーン以外のもの食べます。ポテトとか。くしゃみです。ワインありがとうございました。ありがとうございました。くしゃみ助かるね。映画は月2回は行くって決めてる。わかる。私も月2回は絶対に行きたい。はい、というわけで、ガチくしゃみだった。映画館で靴脱いじゃう人、靴脱がないよ。ひなた配信で必ず1回くしゃみしてくれる。確かにここ最近の配信くしゃみめっちゃしてるよね。何なんだろうね。はい、最近はジャパニーズホラーがマイブームですって。ホラーはね本当に無理なの。なんか人と見るならいいけど、ちょっと一人で見る勇気はない。映画館に靴履いていく人？はい、靴履いていく人です。なんだかんだで映画見るのが好きだとプロジェクターが良さそうだなと思いました。確かに、ありがとうございます。はい、確かにね。あ、今後も公演出るときに告知してくれると助かります。はーい。そうですね、配信サービスで大変な映画業界のためにポップコーンドリンクはマストです。確かに。でもなんか絶対に食べ物と飲み物は買うようになったな。パソコンは持ってるんだっけ？パソコンは持ってない。だけど、iPad の方が需要感じてる。はい。パソコン、まあなんかパソコンで作業したいな、みたいなことがめったになくて。最近運営発表早い方よね。早い方だと思う。だってなんかこの間11月中旬までの公演スケジュール、こちらでどういかがでしょうかみたいな連絡来たもん。はい、邦画の面白さにハマると洋画の頻度が少なくなった。あー、確かにね。でもどっちもいいけどね。もう iPhone15 買ったんだっけ。 iPhone は春に変えたばっかりなので、はい、間に合ってます。わっ、なおちゃん、なおあとチームサニーちゃん、タワーありがとうございます。なおちゃんありがとう、ありがとう。毎日頑張ってて偉いよ。頑張ろうね、ありがとう。8月のコンサートグッズはいつ届くのかな。ちょっと存じ上げない感じで、はい、ありがとうございます。 6S から15に変えてやったぞ。すごい、もう全部違うじゃん。はい、
お久しぶりです。まだチームサニーですか？いや、もちろんです。え、嬉しい、ありがとう。ぜひ会いに来てください。配信に来たってことはぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。洋画は字幕吹き替え？字幕、はい、スターティングオーバーホラーじゃないの？あのスターティングオーバーはあのホラーコメディということで、あのほっこりって感じです。はい、ミュージカル映画大好き。え、わかる。11月5日の上演会イベント出ます？多分出ないです。そうなんです。もう先にオフライン、違う、オンラインオンラインおしゃべり会の予定がぎっしりって感じで、はい、それなので出れないって感じなんです。で、なんか名古屋の方も別のお仕事が先に決まっちゃってたらしくて、はい、なんかスターオーバー全然関係、あの関われなくてすごく悔しい思いです。はい、しかもライブビューイングの時も、はい、フェスと被ってしまってライブビューイング見に行けなくてカナピーって感じでした。森岡さん怒ってるよ絶対。やだ、やりたいよ。じゃあ会いに来てね。よろしくお願いします。うーん、そうなんだよね。大忙しだね。大忙しじゃない？ジーナにも会えんのか。確かにジーナさん会いたいな、普通に久しぶりに。ね、食べながら言うね、食べながら言うとさ、思ってることがさ半減して聞こえるからやめよう。日向さんいつも忙しい。日向さんいつも忙しいですか？そんなこともないつもりで生きてるんですけどね。ストレイドッグ作品また行きたいから日向出て。あ、ストレイドッグ作品ハマられたんですね。好きな人は好きかもね、ストレイドッグさんの作品ね。うんうんうん、私も森岡さんのなんだろう、なんか心が最後ほっこりできるような、そう、素敵なメッセージ性がいつも詰まってるところが好きですね。とりあえず平和の映画に出てくれるの楽しみにしてます。平和ですよ。やだって夜型にならないの偉いね。え、夜型ですよ超。最近はオンラインでしか会えない？いや、オフラインもあります。はい、でも最後オフライン今いや会えそうなのが11月23日の新潟なので、あー、そうなんです。それ以外だったら生誕とかかな。11月10日誕生日当日にやりそうだからね。え、日向に会う予定が一切なくて泣いてるね。え、会おうね。投げようこと林さんと共演してほしい。林さんまた共演できるかな。恋愛ものも見たい。恋愛ものもやれたいですね。まだ11月23日の1部2部3部は買えますね。お、の方ですよ。ぜひです、よろしくお願いします。私も会いたい、ぜひです。何時に寝てるの？眠くなったら寝ます。オオカマほぼ完売だもんね。あ、そうなんだ。じゃああともうちょっとだね。11月10日有給取りました。ありがとうございます。はい、あきちゃんはじめ、もかちゃん、じーなに、まいちゃんまで HKT 面と交流が多くて仲良し。そうなんですよ、私が博多 HKT さんのことめっちゃ好きで、それこそあきちゃんと仲いいのもあって本当に皆さんによくしてもらって、最高最高、ハッピー、嬉しすぎって感じです。そして11時まで寝てる。確かに。でも明日はさすがにちょっと早く起きたいって感じです。みくりんさんともお話できてよかったね。うん、よかった、本当に。そう、卒業発表してすごい寂しいと思ってたから直接会ってお話できてよかったです。うんうん、HKT ファンもひなと好きな人多いね。え、本当に嬉しい、嬉しすぎ。今日急にひなと誕生日だって思い出した。え、すごくない？それはありがとう。やったね。 HKT のコンサートで何かいい発見できた？あ、できました、できました。すごい楽しかったです。はい。
博多で二十歳を迎えたもんね。そうなんですよ、私は二十歳になった瞬間、成人になった瞬間は博多で、はい、過ごさせてもらいました。ポムミキの写真を自然な表情でほっこりする、嬉しい、ありがとう。ミクリンいなくなったらセントレ選抜、ひなたさんと向井地さんだけか。マジ、ミヨンさんとひなただけ、びっくりだねそれね。 HKT 曲ってコールしやすくて楽しいよね。確かに、わかりやすく盛り上がるよね。ねやん、時代やな。確かに時代ですね。なんか私最近知ってるかな知ってる方もいらっしゃるかとは思うんですけど、もしかしたら知らない方もいらっしゃいますと、いらっしゃると思うんですけど、フレッシュオールスターズのコンサートを見てたんですよね。法定速度と優越感っていう曲に選抜してもらって、その曲のメンバーでアンドセブンティーンかな、17歳以下の選抜メンバーで、はい、コンサートをやらせてもらった時があって、フレコン懐かしい。そう、それでなんかそのコンサート映像が映像倉庫に追加されてるのを見つけて最近っていうか、映像倉庫最近、ここ最近また漁り始めてて、はい、そうフレコンの映像を見てて、私多分高校3年生なんだよ結構昔で、はい、高校3年生の冬とかで、なんか久しぶりに見たら、ていうかそのフレコンで AKB の福岡せいなちゃんと一緒の2人のユニットをやって、それきっかけでせいちゃんとは仲良くなったんですけど、そう、そんな思い入れのある、はい、コンサートで、そうで久しぶりに映像を見たら、なんか日向若くてびっくりしちゃって。皆さんも久しぶりによかったら見てみてください。日向がなんか死ぬほど若くて死ぬほど若くてびっくりしますよ頑張ったコンサート、めっちゃ頑張りました。今でも覚えてるもん、本当に振り入れついていけなさすぎて辛かった。はい、今も若いよ。いや今もね、やっぱ20もうちょっとで24ですとか言うと、やっぱり若いねって言ってもらえること、まだまだこれからだねって言ってもらえること多いですけど、でもなんか改めて高校生からやってたんだっていうことに気づかされる映像だったというか、はい、いやびっくりした。なんか自分が思った以上に高校生の時に若い見た目をしてて、引き続きよろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いいたします。そうなんですよ、なのでぜひ見てみてください。死ぬほど若いです。でもさ、なんか今 NGT で活動してて、やっぱりその3期生とかは高校生が多いわけじゃん。で、なんかはるかですら高校生じゃないんだよはるかですら高校生じゃないんだから。フレコの時は私高校3年生だったんだからねそうだよ、本当にそうだよだからもうはるかは若手とか言っちゃダメだよ2期以上は若手とか言っちゃダメだよなんかその時の日向の若さに衝撃を受けたので、本当にこれは何も言わず、死の後を言わず見てほしいですはい、マユユ卒コンの DVD 時々見てる。この時も若い、確かにその時も若いです。だってその時も高校3年生ですもん
これがおつぼね発言か。うるさい、柿ピーを投げるぞ。なんかいろいろ振り返ってから寝ることにします。はい、寝てください。リリカの年齢聞くと若ってビビる。確かに、でも中3でしょ。確かに若いけど、若いけど、たまに自分が15歳から活動を始めたっていうことを忘れる瞬間がやっぱありますよね。長く、なんかそれだけやっぱ長くやってるってことですもんね。初劇場の時自己紹介でみんな泣いてたのに。そうだよね、そうなんです。懐かしの充電するぞ。はい、なのでセカオくらいの時だよね。そうですね、セカオくらいですね、高校3年生は。はい、やばい、やばすぎるよね。はい、とにかくすごい濃い時代を、濃い時間を過ごしてたんだなって思います。はい、よろしくお願いします。そう考えると長くチームサニーやってるな。だよね、長くなってきたよね。はい、まだ24歳なのびっくりだよ。マジ本当に。スケート合同ユニバ一番好きな思い出。あー確かにね。そう、それこそそのフレッシュコンサートに出ていたメンツがそうそうたるメンツすぎて、なんか今思ったら結構飛び上がっちゃうねみたいな感じです。びっくりしちゃって。そう、なんかその映像を見てたら、なんか謎にその日の夜に総選挙の夢見て、みたいな。みたいな。はい、びっくり。なんかその後何とも言えない気持ちになって目覚めました。はい、そんな感じで以上です。本日の配信は以上です。長くちょっと喋りすぎちゃいましたし、喋りすぎちゃいましたし、食べすぎちゃいました。サステナブルのひなたんかわよい、イエー、やった。引き続きよろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、というわけで順位読んでいきます。それでは13位から。13位ガチさん、12位ミッチーノーマルさん、11位シモジュンさん、10位フッチャーさん、9位ユズキチさん、8位ラーメン大好きさん、7位黒湯のデメキンアットサニーさん、6位マッチンさん、5位シュンさん、4位リュウマさん、3位サトヨシさん、2位加藤さん、1位ナオアットチームサニーさん。ありがとうございました。ありがとう。というわけで皆さん明日も頑張りましょう。それではおやすみなさい。私は歯磨きしてもう寝ます。最高、お風呂入ってるって最高。おやすみなさい。ありがとう。じゃあね。